はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。簡易的な撮影で失礼いたします。商品を買い付け以来行ってから実際に発送されるまでの流れっていうのがよくわからないっていうお声を最近セツさんからいただきました。改めて一連の流れについてポイントも含めてお伝えさせていただきます。ポイントは2点だけなんですね。まず1点目、代行会社が行う作業とセラー生徒さんが行う作業っていうのをきっちり分けるっていうこと、分けて考えるっていうことがまず大切になってきます。さらにセラーは何を代行会社さんにしてほしいから何をするのか、もしくは代行会社さんが何を求めているからセラーとして何を行うのかっていう形で、代行会社さんとセラーさんの作業の相関関係っていうのを考えながら、この赤い矢印でどんどん進んでいけば自然に発送まで至るっていう風に考えていただければ幸いです。では早速進んでいきましょう。まずセラーの方が、生徒さんが買い付け代行依頼を行うと、代行会社は調査を行って概算の見積書っていうのを作成するんですね。この調査っていうのは、例えばそのアリババ業者に在庫があるかだとか、そういった細かい調査、あとは価格の値引き交渉なども含めてまず先に行っちゃいます。で、在庫あります、買い付けできます、いくらですっていうことを見積もり出した後で、実際に買い付け依頼を正式に行うか否かを生徒さん、セラーさんに決めていただくんですね。ここで1点ポイントなんですが、見積もりって言ってもですね、やっぱり為替レートっていうのは変わりますし、国際輸送料っていうのもかなり流動的になってしまいます。なのでこの見積もり額っていうのはあくまでも目安額だっていうふうにご理解いただければと思います。発送を終えた段階でようやくいくらかかったかっていう実費が分かりますから、いただきすぎていた場合っていうのは返金したりだとか、次回の買い付けのデポジットとして保管させていただいたりだとか、逆に足りなかった場合っていうのは追加請求っていうのを行わせていただくことが往々にしてあります。なのでこの金額っていうのが確定じゃないっていうのは腹に落としていただきたいんですね。うちの代行会社さんではないんですけれども、別の代行会社さんとかで追加で請求したタイミングで、いやいやそんなの聞いてないっていうふうにトラブルになるっていうことがままあるっていう話を聞きますので、そこら辺はセラーの方もご理解いただければなと思います。調査を行って買い付け依頼を正式に行って、買い付けをした後で検品を行います。検品を行ったら数が確定して、その後 OPP 袋梱包っていうのを行いたいわけですから、検品して数が確定する段階で商品ラベルをすぐに代行会社に送れるようにしていただくっていうのが大切です。商品の梱包をした時の梱包重量だとか、梱包した時の3辺のサイズっていうのを入力していただくことで商品ラベルを発行することができるんですが、この際にいやいや実際に商品をまだ梱包してない、 OPP 袋に入れていないから梱包サイズがわからないじゃないかと、だから商品ラベルっていうのがまだ発行できないんです、納品手続きができないんですって方いらっしゃるんですが、この段階では、商品ラベルを発行する段階では、まずはざっくりと大体このぐらいの梱包サイズになるだろうっていうサイズを入力していただければ大丈夫です。重さに関しても商品の重量であればアリババの業者のページだとかに出てると思います。もしくは Amazon の類似商品を見ればパッケージディメンションという項目があって、そちらは梱包した時のサイズだとか重さが書いてありますから、そういった類似商品の情報などから推察して仮の記入を行って商品ラベルを発行していただければ OK です。各商品の正確な値を知りたいっていう場合は、この後で商品ラベルまで貼り終わった後で商品の梱包サイズや重さを計測することっていうのは可能です。少なくともOPP 袋に入れる前にまずは商品ラベルを送っていただきたいっていうのが代行会社の正直な思いかなと思います。その後 OPP 袋に梱包し、商品ラベルを貼った商品一つ一つっていうのを段ボールに、パッケージ段ボール箱に梱包していくわけなんですが、梱包した後一つ一つの段ボールっていうのが重さがどのぐらいかだとか、3辺サイズがどのぐらいか分かります。その梱包情報っていうのをお送りいたしますので、生徒さんは梱包ラベルを発行する納品手続きの続きを行うっていうことですね。商品ラベルを発行したその次のステップで梱包サイズを入力すると、梱包ラベルっていうのを生成することができますから、梱包ラベルを代行会社からもらった情報に基づいて発行し、代行会社さんにその梱包ラベルをまた PDF で送っていただきます。そちらを段ボールに貼り付けて代行会社さんは発送するという流れになります。ちなみに発送後の流れなんですが、商品の画像をたくさん入れて
たりだとか、商品の説明を充実させたりだとか、キーワードを増やしたりだとか、そういった細々とした作業っていうのを商品が移動している間に行っておくと、商品が Amazon の倉庫に届いた時にはすぐに販売開始を堂々と行うことができます。というわけで今回は商品の買い付け依頼を行ってから実際に商品が発送されるまでの流れについて改めてささっと説明させていただきました。少しでも参考になれば幸いです。では失礼いたします。